はいどうもお疲れ様です。10月18日朝6時の相場解説になります。今日のテーマはね、クレバスの原因とトリプルトップです。クレバスってのは昨晩19時台に起きたことなんですけども、ドル円の価格がね、1円ぐらいまあ急落したんですよ。えー、円高の方に行ったんですよね。 で次の瞬間またね同じ数字に戻ってきたっていうことがありましたその原因が分かりましたんでそれをお話したいと思いますさらに今日はどのように立ち振る舞っていけばいいかってことなんですけども今日のテーマはトリプルトップが完成するかどうかってところですよね、えー、順番にお話していこうと思います冷やしを見ていただいてるんですけども冷やしに関しましては、まあ、上昇トレンドは今のところ堅持されてるかなってところです 一時的にですね、下落に入って戻りました。さらに、もう一回小さな下落って言いましたけども、小さな下落が入ったんですけども、それも戻りましたね。まあ、この辺に思いを止めていただいてということになります。小さく見えてますけども、これトリプルトップが出来かけてるところですね。はい。じゃあ4時間の方を見ていきましょう。トリプルトップがより見やすくなっていると思います。トリプルトップね。ここでしょで、ここでしょここ。 で今ここは跳ね返されているのか抜けるのかがわからないところですから今日はこれを見ることになりますトリプルトップが弾かれるようになるとこれはですね下落の方向に進んでいくってことになりますのでこれと同じかこれと同じかもしくはまた形の違う下座サのね三角形ができるんじゃないかなってとことです抜けると150円抜けていきますんで介入の危機器をはらみながら151円に向かうというふうに思いますね それを今日は見極めることになります。さあそして1時間軸なんですけども、まさにここの水準を今ね、超えるか超えないかちょっとね、叩いてる最中ですよね。私としてはなんか超えるような気はするんですけども、ただ昨日直前でこのクレバスが出ました。クレバスがね。この大きな値動き、髭が長いですね。うん、だからこれをどう解釈するかなんですけども、これがですね、本当に下に向かうための布石になるかもしれないんですよ。 それをこの動画の後にね、解説として付けておきますんで、そちらの方をご覧ください。FX オリガルヒの方はもう前回のね、深夜3時の相場解説の時にお付けしていきますので、それと同じものをご覧いただくようになります。さらに FX オリガルヒの皆様、雑談のコーナー、そして講義のコーナーにコンテンツが追加されてますので、お忘れなくご覧ください。えそれでは本日は以上です。 で、でこちらがですね、FX ドル円の細かいニュースがあー一覧されているサイトなんですけども URL は概要欄につけておきますねで、昨日10月17日火曜日19時台のことですけどもドル円は伸び悩み、えー、米金利高一服でということで、まあ、価格が安定しているよってことを示しているんですよねで、でで、そののの後後すよ、この後のニュースで ちょっっと長めのが入っています10月17日19時25分先ほどから5分ほど経った時なんですけどもニューヨーク為替見通しイコールドル円米小売り売上高に注目ということで大きく触れたんですよね、えー、ちょっと読んでみましょうか 本日これまでのドル円は149円半ばを中心に狭いレンジで推移していた。まあ狭いレンジでね、15分に行ってみたりとかレバレッジかけたりとか手回しも出ないところまで一緒に見ていたわけですけども、突然ですよ。日銀は2023年の物価見通しを上方修正する見込みであり、3%に近づくとの 一部報道を受けて、この報道があったことも速報でお届けしました。その後に起きたことですね、今回のことは。一時148円84円前まで急落した。ただ、反応は一時的ですぐに149円半ばまで持ち直しているということで、えーまあ、ドル円のね、価格は元通りになったんだけども、一瞬ものすごいクレバスを作ったってことがここでわかります。